とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、マタロウを使います。マタロウって、まあ変身ができるようになったけども、いまいちのキャラクターじゃない。このマタロウを最大まで強化してみました。これです。まず装備品で、クロコダイルのバッグ、パワーが150アップするやつを3つ、これを装備してます。パワーがプラス450だね。なかなかだと思うよ。そしてこれ、爆食メダル、全ステータスが 35% アップで、さらにズラモヒカン、人間キャラ1人ごとに 15% アップ。3人人間だったらば 45% アップするのよ。これでも結構上がってるでしょ。さらに武器に突撃を入れてます。これも人間キャラ1人ごとに 20% ずつ攻撃力が上がります。 60% なので 140% アップ。通常よりも 140% アップの強さを持ってます。でさらにもう一つあるのよ。これ風雲乱世の鎧、状態異常の敵に 12% ダメージがアップする。ラストティーラインの氷塊ゼロストーム、凍え状態にします。なので凍え状態にした時は 152% アップだよ。攻撃力 2.5 倍。これはさすがのマタロウでも強いでしょう。では早速ボスに行ってみます。じゃあボスだね。一つね、忘れてた、芸能人ガクトがあった。芸能人ガクトなんで、7回回避すると最大2倍だから、通常時の5倍のダメージを出せるマタロウだ、今回のは。通常5倍だからね、さすがにマタロウでも相当強くなるでしょう。よし、 OK。どれぐらいダメージ出せるか見てみよう。よっしゃ、もう完璧だね、完璧だ。いけ。4万3000、たったそんだけたったそんだけ。嘘。まあまあ確かにね、ブルーストリームは一発2万ぐらいなのよ、最大ダメージが。それの倍ぐらいを与えるっていうのはすごいんだけども、もうちょっといかないかい、また動く。あ、そうか、これか。攻撃力アップしてなかった、 30% アップ。いやでも 30% アップしたところであんまり変わりはないぞ。ちょっと待って、継続したい。 OK、 継続した。マタロウさん、そんなにやはり強くなれないのか。マタロウは強くなれないのか。あ、でもまあこいつにね、5万ダメージ与えれるってなかなかだけどね。このダメージはなかなかなんだけど。そうか、もう少し上であってほしかったな、マタロウ。まあまあ次だよ、次振動ベル、強化された振動ベルにはどれぐらいいくか。まあでもいいダメージじゃない、前に比べればもう相当強くなってるよ。うん、でももう一声欲しかった。よし、 OK。 うん、コズミックラッシュ受けきれるか。よっしゃ、なんといけるね。やばいぞ。よし、 OK、 攻めていきます。どれぐらいダメージいくか。ご飯食べて、食べてからいきます。いっけ、2万3000。あ、でもまあクリティカルで3万いくってことはなかなかじゃない。あ、でこの、いや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 、いまいちだわ、いまいち。そんな感じか。せめてね、再使用時間が短ければ
もうちょっと良かったんだけどな。意外と長いのよゼロストーム。じゃあちょっと再使用時間が長いんだよね。これがブルーストリーム級に短ければ全然いいんだけど、もうこのダメージでもね、このダメージでも全然いいんだよ。あー、しかも 連射すると不発するっていう、このゼロストーム、なんだろうね、2発連続でいくとね不発するのよこれ。やっぱ、ああ戻ってるじゃん、戻っちゃった。いや、ここは回避していけば早めに戻れるんで、まあまあまあ、でもよくここまで強くなったよ、マタロウ。本当にまだレベルがね、639だもん。800になった時マタロウ真の姿を発揮するよ。多分攻撃力がどんぐらいだろうね、今のまだ 1.3 倍ぐらいは上がるはずだから、それぐらいになるとまたね違ってくるでしょう。よっしゃ、 OK ゴリゴリ食らってるけど、食らってたけど大丈夫だ。よし、 OK、 行くぞ、電車はせずに行くぞ。 OK、 おチャンスできた、マタロウがチャンスできた。さすが、さすがのこの破壊力になると通常の5倍だからね、通常5倍の破壊力になるとさすがのマタロウでもチャンスが取れる。これはすごいわ。あ、戻っちゃった、戻っちゃったよ。また戻しましょう。おお、死ぬよやっぱり。仲間が死ぬとね、ちょっと発揮できないから、これ飛び込んでいいものか悪いものかちょっと悩むこと。ああ、よし、これね飛び込んだらね死にそうなんだよな。まあいいや、もう倒すでしょう。もうマタロウのねあと2発で終わると思うから。あぶねえ、ピー、よし、わお、わおわお、いけるか、上がり、あ、まあまあまあそこそこ上がってるからいけるでしょう。終わりだ。はい、マタロウこんな感じです。最大まで強化して通常の、5倍の攻撃力がこれぐらいだね。これぐらいになるとまあ全然使っていけます。はい、ということで今日はマタロウを最大まで強化するとどれぐらい強いのかやってみました。マタロウはやっぱりこれぐらいが限界かな。まあ、レベルを800まで上げるとそうだね、クリティカルダメージでまあ6万ちょっとぐらいは与えれるようになるんじゃない。うん、でもまあそんな感じか、今のブルームーンの方が全然強いっていう感じだね。はい、まあ他のキャラクターでもいろいろまた試してみますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。